どうでしたか？はい、そうですね、皆さん見守ってくださって、魚河岸の方たちもご理解いただいて、お力を添えていただいて、にぎやかに歌舞伎役者らしい結婚式がさせていただけたと思います。初代から3代目までこの近くに住んでいたんですけれども、それから少し縁があまり遠くなってしまったんですが、今回父、そして私と縁をつなぐことができまして、神田明神で陽子さんと式が挙げることができました。本当に幸せに思ってます。お父様がちょっと目がうるうるしてましたけど、大丈夫でしたか？そうですか。花粉症なので、多分そのせいだと思います。またどうでしたか、今日はお式を終えて。もう本当に緊張、ずっと緊張していたんですけれども、もうこれで和也さんの奥さんになるんだという、もう、なんていうんですか、決意というか、はい。わあ、これを、はめた時の感想、はい、格というか。そうですね、やはりいよいよ本当にこれから2人の人生が始まるという決意が固まりましたし、これから新しい歌舞伎座が始まって、やはり歌舞伎座の中心となれるように2人で一生懸命頑張って先輩方についていきたいと思っております。今日改めて萩谷さんをそばにすると、はい、頼りがいのあるご主人で、はい、どんな妻にこれからは誓われましたか？もう本当に和也さんがお芝居に集中していただけるような、そのためにもサポートをしていけたらと思います。今日が本当に緊張で緊張だったので、やっとホッとできるかなとは思いますが、これからお母様にいろいろ教えていただきながら、音羽屋さんでとか、寺島家を守っていけるように勉強してまいりますので、Ha ha ha!